ベジタリアンの皆さん、こんにちは、こんばんは、マキクサです。あー、若者はもっとバイク乗るべきね。理由は、私の周りでバイクに乗ってる友達が全然いなくて意味わかんないから。あのね、バイク業界の未来が心配だからとか、そんな難しいことは私にはわからないので置いときますよ。あと、若者のバイク離れとか言われてるけどさ、私それは正直知らんしさ、あの昔を知らんのよ。でも女の割合は絶対増えたぞってママが言ってた。私はね、ただただ私の友達がバイクに乗らないのが納得いかん。ええ、私事ですよ。この番組は私事の絶叫でお送りします。あのね、大型とかならまだわかるんだけど、原付ですら乗ってないのよ。なんで？だって意味わかんないでしょ。友達とツーリング行きたいのに友達バイク乗らないんだもん。ソロ通好きを公言してる私だけどさ、地元の友達がバイクに乗ってれば、たまには一緒に行ければなと思うこともあるじゃんか。ね？今の時代、SNS とかいろんなコミュニティがあって、ツーリング友達なんか簡単に作れるいい時代だなと思うんだけど、違うの。違うんだよ。もうね、私はね、漫画の世界みたいにね、高校の同級生と放課後走りに行ったりしたかったの。まあ高校生の時免許持ってなかったけど。ちょっと話脱線するんだけど、そんなのに憧れる私がなんで JK の時免許取らなかったのかっていうとね、あのまず金がなくてね。バイトはしてたんだけどさ、その時はまだ進学するつもりだったからさ、中免取ってバイク買うことなんかもう論外だったわけさ。でね、原付なら安いじゃないかとなるわけじゃん。でそこで出てきたのが私のアンマー。原付は危ないからダメ、中型ならいいけどそれだとお金かかるね、わらわらわらとか言って、うぜえとか思いながらさ、まあその時はね、バイクに対してまだそこまでの情熱もなかったし流れたんだよね。あー残念。まあ要はすでに仲のいい地元の友達がバイクに乗っててほしいっていう願望なんだよ。ってことなんだけど、私は近年マルチのごとく友達にバイク乗ってみない、夢が広がるのよとか勧誘しては内心煙たがられるっていう活動をしてるんだけど、私の友達は誰一人としてバイクを買わない、免許を取らない。なんでだと思う？ね、なぜなぜ、どうしてどうしてって、あの友達に聞いてみたの。そしたらね、みんな同じ回答にたどり着くのよ。なんか危なそうだから、事故が怖いからですわ。なんでバイク乗らないのって聞くと、まあ何の免許取ればいいのかわからないとか、バイクの種類がわからないから乗りたいバイクがあるのかどうかわからないとか、そもそも自分に乗れるかどうかわからないとか、まあ人それぞれいろんな理由があるんだけど、でそれらの理由って私の勧誘にかかれば消え失せるわけよ。これガチ結構いいとこまで行くんだよな、みんな本当に。まあそもそも興味ないからとかでなければ。てか意外かもしれないけど、20代前半の女、バイク楽しそうだなって思ってる率結構高い。本当だよ、嘘言わないよ私。そういうことを匂わせてきたやつを私はかもと思って勧誘してるわけですから。でもバイクいいかも、楽しそうかもって思ってるやつ、みんな行き着くところが、でも怖い危ないなんだよな。もうあんたがいつもノーヘルチャリンコで車道を逆走したり、ノーヘルで歩道と車道を行ったり来たりしてる方がよっぽど危ないぞとかさ、まあ他にもいろいろへりくつこねで見るんだけどさ、ここだけはねガチでみんな、やっぱり怖いなのよ。どう頑張ってもここは変わらん。なんかね、そういうもんみたい。なんで？いやまあそれはしょうがないんだろうけどさ、私がバイクに対して最初からそういう何の抵抗もなかったのは、両親もおじさんもずっとバイク乗っててそういう環境で育ってからっていうのもあると思うし、私らみたいな人間がさ、何回事故ろうがもう最悪死のうが、それはもうしょうがない、バイクで死ぬならもうしょうがないとか言ってる方が乗らない人からしたら絶対おかしいと思うし、まあそこばっかりはな、まあしょうがないよな。最近さ、車、四輪車が高いじゃないですか。維持費が高いじゃないですか。ずっと景気悪いし、あの物の値段が高いのに収入が増えないじゃないですか。そりゃ車離れも進むわってことで、私がずっと言ってるのは、じゃあそういう人みんなバイク乗ればよくねってことよ。逆になんで車じゃなきゃいけないの？バイクの方が安いじゃん、何もかも。今の時代カーシェアあるし、普段の日常ならバイクでもいいんじゃねえのか。あとさ、雨の日濡れるから嫌だ、電車の方がいいっていう人いるけどさ、もうさ、上下カッパ着てヘルメットかぶって雨用グローブして、水が染みてこない靴履いとけばさ、どこも全く濡れんわ。もうメットインとか箱に脱いだカッパ突っ込んどけば荷物にもならんし、駅まで傘さして歩いてムッシムシの満員電車に揺られるよりよっぽど快適だと思うのだけれども、ども他人の傘で足元びしょびしょにされたりもないのですけれども、どもそんなに怖いバイク。まあ怖いんだって、困っちゃうね。私はね、バイク怖いからなーっていう人に言いたい。
1回だけなら大丈夫だよ。1回だけやってみなよ。気持ちがスーッとするよ。ワンダーランドに行けるよ。なお、この動画を見てバイクに乗って何かあっても私は一切何の責任も負いません。はい、ということで最後にしれっと責任を回避してみたところで、この動画を見て、じゃあ貴様がもっと若者がバイクに乗りたくなるような動画作るやと思った方はぜひ高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。